飲んでるか、ナンバー。おお、一番。ちょうどよかった。お前に話があるんだ。なんだよ、かしこまっちゃって。ちゃんと謝りたくてな。お前に嘘をついてたこと。偽札を追ってた件か。ああ、すまなかったな。いいってことよ。弟さんも無事に解放されたし、終わりよければ全てよしで。ただ少し気になるのは、どこまでが本当の話かってことだ。例えばお前が看護師だったってことは。そいつは正真正銘本当だ。じゃなきゃお前の傷の手当てなんかできやしないぜ。そうだよな。なら病院の薬を盗んで横流ししてたってことは。それがバレて看護師免許を剥奪されたって言ってたよな。それに関しちゃ、まあ本当でも嘘でもあるな。どういうことだ。この話をするのはお前が初めてだ。ちょいと長い話になるが構わねえか。ああ、話してくれ。俺は小学生の時にナイチンゲールの伝記を読んで看護師になろうと決めたんだ。彼女のように人の役に立てたらどんなに素晴らしいだろうと思ってな。だが実際看護師になってみると、夜勤は眠いし、患者のわがままには振り回されるし、しんどいのなんのって。次第に俺は仕事の手を抜くことばかり考えてな。ナースコールが聞こえないふりをしたり、サボって昼寝できる場所を探したり、すっかり初心を忘れて40手前になった頃だ。新人の看護師で水江って子が病院にやってきた。彼女は自己紹介でナイチンゲールに憧れてと言っててな。ナンバと同じだな。きっかけは同じでも俺とはまるで違ったよ。水江ちゃんはどんな患者の声にも真剣に耳を傾けて一切手を抜かねえ。その上いつも笑顔でさ、まるで天使みてえな子だったよ。惚れたのか。バカ言え。向こうは23歳の花盛りで、こっちは40目前のおっさんだぞ。愛がありゃ年齢なんて関係ねえだろ。年齢なんてのはただの数字なんだ。それより大切なのはハート、心だろ。俺もそれくらい情熱的に生きてみてえよ。難波だって看護師になった時は情熱を持ってたんだろ。それなんだよ。それ水江ちゃんを見てると俺にも看護師を志した頃の熱い気持ちが蘇ってきてな。今一度真面目に仕事に向き合おうと思ったんだ。そいつはいい兆候じゃねえか。だけどこっちはもう中年だろ。体力がかなわねえ。ある晩夜勤に入ってると猛烈に眠たくなってな、こっそり仮眠を取ろうとして病院の裏庭で横になったんだ。すると背後で物音が聞こえた。振り返るとそこには倉庫があってな、病院で使う薬を保管している倉庫だ。そこから水江ちゃんが出てきたんだよ。薬の補充か。ナンバーはサボってんのに水江ちゃんは真面目だな。いや、俺たちの病院じゃ薬の補充は薬剤師しかできない決まりになってるんだ。俺や水江ちゃんは看護師だ。倉庫に入ることはねえ。だったらなんで水江ちゃんは倉庫から。あの頃病院内には妙な噂が流れていてな。妙な噂。倉庫に保管してる薬の数がリストと合わないんだ。まあ、そこで誰かが薬を盗んで闇で横流ししてるんじゃないのかってな。まさか水江ちゃんが。ああ、倉庫から出てきた水江ちゃんの手には
しっかりと薬の箱が握られていたんだ。なんで水江ちゃんが薬の横流しなんて。話には聞いていたが、水江ちゃんの親御さんには借金があったらしくてな。彼女は給料のほとんどを渡して返済を手助けしてたんだ。だけど借金の額は一看護師の給料じゃ返しきれないほど莫大だったんだろう。じゃあ彼女は返済を助けるために薬の横流しを。ああ、俺は水江ちゃんが薬を盗み出すところを目撃しちまったってわけさ。だが水江ちゃんの方は俺が見てたことに気づいていなかった。こんな時一番ならどうする。水江ちゃんを追いかけて捕まえるってのが正しいんだろうけど、彼女は望んで犯罪に手を染めるような子じゃないんだろう。ああ、親御さんのためにやむを得ずやっちまったに違いねえ。それに薬の横流しは犯罪には変わりねえが、誰かを痛めつけるような罪じゃないしよ。横流しが発覚して彼女が病院をクビになれや、借金返済は一層遠のく。それを考えるとどうするべきなのか悩んじまうよな。お前も俺と同じタイプで嬉しいよ。結局俺はどうすることもできずに黙って彼女の後ろ姿を見送っちまったんだ。この世にたった一人だけ許される犯罪者がいるとすれば水江ちゃんに違いない。そう信じて何も見なかったことにしたんだ。その後水江ちゃんは倉庫で水江ちゃんを見てから少し経った頃だ。院長が薬の一件に関して警察に盗難届を出すと言い出したんだ。それまで警察には届けてなかったのか。ああ、病院のメンツに関わることだからなるべく内々で解決したかったんだろう。だが一向に犯人が見つからないことにしびれを切らしてついに警察へってわけさ。警察の捜査が入るとなると水江ちゃんは犯人だとバレるのも時間の問題だ。逮捕されれば前科もつくし新聞に名前も出る。まだ若い彼女にとってそいつはあまりに酷だと思わねえか。それに比べて俺はどうだ、中年の独身男、どんなに心を入れ替えても今さらナイチンゲールのようにはなれねえ。こんな俺が残るより彼女が残った方が医療業界のためになる。そう思わねえか。もしかしてナンバー、お前。ああ、俺が名乗り出たよ。薬を盗んで転売してたのは俺ですって言ってな。それでナンバーは看護師免許を剥奪。ああ、当然病院もクビだ。そこまでして水江ちゃんのことを。その後彼女からは何かなかったのか。電話とか手紙とか。特にねえよ。俺が住んでた独身寮もクビになった日に追い出されちまったしな。後悔はしてねえのか。それからほどなくして弟の失踪事件が起きたんだ。仮にクビになってなくても自分から辞めてたさ。後悔なんてしてねえよ。強いて言えば水江ちゃんが海外に旅立つ際には見送りに行きたかったけどな。海外に旅立つ。うん、水江ちゃんは医療の発展しない途上国に渡って一人でも多くの命を救いたいって夢があったんだ。まさにナイチンゲールだな。うちの病院は海外派遣制度っていうのがあってな、3年以上働いた看護師が利用できる。水江ちゃんは今年で3年目。きっと制度を利用して渡航するはずだ。それなら見送りぐらい行ったっていいじゃねえか。無理だよ。いつ経つのか日にちもわからねえ。看護師時代の同僚に聞けば渡航の日にちを教えてくれるだろう。バカ言え。俺は薬の横流し犯のレッテルが貼られてんだぞ。今さら同僚に連絡できるかよ。ちょっと二人さん、
深刻な顔しちゃって、何の話してるのよ。どう、さっちゃん、だいぶ飲んでるみてえだな。まあね。それより教えなさいよ、何の話してたのよ。難波のホームレス体験記ってのが壮絶でな。ホームレス体験記？なんせ家がねえから便所がねえわけだよ。腹壊して下痢なんかした日に。汚い話ね。もう少し色気のある話でもしてるかと思ったのに。本当に男っていくつになってもバカなんだから。気回してくれてありがとな。いいってことよ。まあいつか最後にも打ち明けるよ。ただしあいつが酔っ払ってねえ時にな。間違いねえ。